コートニー・パインは1980年代に活動したブラック・ブリティッシュバンドジャズ・ウォーリアーズの主要な創設者であり、イギリスのジャズ・ミュージシャンである。主にサクソフォーンの演奏で知られているが、パインはマルチ楽器奏者であり、フルート、クラリネット、バスクラリネット、キーボードも演奏する。2011年のアルバム、ヨーロッパではほぼバスクラリネットだけを演奏している。 パインの両親はジャマイカ移民で父親は大工、母親は住宅管理人であった。子供の頃の彼は宇宙飛行士になりたかったという。パインはロンドンで生まれ、キングスベリー高校に通い、クラシック音楽のクラリネットを学び、14歳からサクソフォームを自分で学んだ。音楽キャリアをレゲエから始め、1981年にクリント・イーストウッド ジェネラルセイントと一緒にツアーを行った。1986年、パインのデビューアルバム、コートニー・パインは、前衛アルバムチャートにて、トップ40維持した。彼は、1985年に、コミュニティ組織、ザ・ビビ・ジャズ・アーツを通じて設立した、影響力のあるイギリスのビッグバンド、ジャズ・ウォーリアーズの主要な創設者である。ジャズ・ウォーリアーズは、1985年の、 国際青年年の夏に、ロンドンのロイヤルフェスティバル、ホールのロビーで一連のパフォーマンスを行った、アビビオールスターズコミュニティバンドから発展した。ジャズ・ウォーリアーズは、パインのリーダーシップの下で2枚のアルバムを録音した。アルバム、アウト・オブ・メニー・ワン・ピープルが、1987年に、アイランドレコードレーベル参加のアンテルスレコードから、リリースされ、アルバム、アフロピオンズが、 20周年を迎えた2007年に、パイン自身のレーベル、デスティニーレコードからリリースされた。ジャズ・ウォーリアーズのアフロピオンズプロジェクトは、奴隷貿易法廃止の2周年を記念して、イングランド芸術評議会から委託された。パインがジャズ・ウォーリアーズを始めるためのアイデアを植え付けてから30年後、彼は、ヴィーナス・ウォーリアーズという全て女性のジャズバンドを集めて、チャリティパフォーマンスを行い、 ジャマイカ系イングランド人でクリミア戦争のビジネスウーマンにして看護師であったメアリシーコールの像をロンドンにあるセントトーマス病院の外に建てるというメアリシーコール記念像単元の認知度を高めた彼の近年の音楽はドラムンベース、UK ガラージなど現代のイギリス音楽とコンテンポラリージャズのスタイルを統合している彼は自身のバンドを運営し自身のパフォーマンスに 多くの現代ミュージシャンを起用している。彼はまた、BBC ラジオにで、ジャズクルセードという番組を提供しており、その第7シリーズは2007年春に放送された。1988年、テレビドラマ、ドクター、風のシリーズ、シルバー・ネメシスに、自身の役で、ジャズカルテットとして出演した。パインは、ジャズ音楽への奉仕を称えられて、新年叙訓にて、 2000年に大英帝国勲章のオフィサーに指名され、2009年の大英帝国勲章のコマンダーに任命された。また、2004年12月6日にウェストミンスター大学から名誉博士号を2010年7月15日にサウサンプトン大学から名誉博士号を授与された。パインは BBC ワールドニュースのクラシック音楽番組ビジョナリーズで ピエール・ブー・レイズの信奉者として2008年8月に登場した。2018年のクリスマスデーにパインが BBC2 のメリークリスマスベビー・ウィズ・グレゴリー・ポーターフレンズに登場した。パインは妻と4人の子供と一緒にロンドンで暮らしている。リーダーアルバム参加アルバムありがとうございます。